私、高橋光雄がお答えします。今年の9月1日にデジタル庁が発足しました。これはコロナ禍における各種の給付金のオンラインの申請、さまざまトラブルがあったかというふうに思いますが、この反省を踏まえて発足したものです。これにより行政や民間企業のデジタル化が推進されていくようになります。ではデジタル庁の発足により私たちの生活が具体的にどのように変わるのでしょうか。まず本年10月にはマイナンバーカードが保険証として本格的に運用されます。そして年内には電子化のワクチンパスポートを作成されるようになり、これは新型コロナウイルスのワクチンの接種歴を証明するものです。来年度中にはマイナンバーカードと預金口座を事前登録されますと、公的な給付金を迅速に受け取ることができるようになります。また子育てや介護、引っ越しなどの行政手続きも原則オンライン化されることになります。そして2024年度にはマイナンバーカードを運転免許証として使えるようにもなります。いずれも私たちの生活をより快適に、便利に、そして豊かにするものばかりです。公明党としては浜村進衆議院議員を座長とする公明党デジタル庁設置推進ワーキングチームを発足させ、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を目指すためのさまざまな提言、要望を行ってまいりました。これからも多様な幸せが実現できる社会を築くため、私たち公明党議員は全力で取り組んでまいります。